回はクエスト2の設定をいじって高画質にする裏技を紹介します。皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルのショーです。これは前からある方法なのですでに知っている人もいるかもしれないんですけど、アップデートによって設定できる項目が増えたのでラグが発生しにくい最適な設定をすることができるようになっています。またより相性のいい効果的な使い方も分かりました。それはもうこのタイミングで言ってしまうんですけど、動画視聴に使うことです。その理由とか詳しい解説は後々お話ししていくんですけど、皆さんがより素晴らしい体験ができるように今回紹介していきますので、ぜひ試してみてください。今まで見てきたコンテンツとかゲームを見違えるような体験ができると思います。ちなみに初代のクエストでもできるんですけど、クエスト2の方がより高画質になります。まずは設定方法です。画質アップの設定をするためにはサイドクエストをダウンロードする必要があります。以前まではパソコンにダウンロードしてクエスト2とパソコンを接続してっていう少し面倒な手順が必要だったんですけど、今はスマホ版のサイドクエストが登場したのでより手軽に実行できるようになりました。 Wi-Fi 経由で簡単に設定を変更できるので、ヘッドセットをかぶったままでも設定をいじりやすくなっています。導入とか詳しい解説についてはこちらの動画で解説しているので、こちらをご覧ください。画質アップは右のメニューのツールのテクスチャリゾリューションというところを変更します。いろいろと数値があるんですけど、それぞれどの程度アップするのかはこちらになっています。2048ピクセル以上の3つを選べば画質がアップするということになっています。その他 VR 体験に影響する設定はこちらです。CPU&GPU レベル、この設定をいじるとパフォーマンスが上がるみたいなんですけど、いろいろなパターンで試してみましたけど、あまり違いを感じることはできませんでした。まあ、念のためレベル4にしておけば問題ないと思います。リフレッシュレートは 60Hz から 120Hz まで選べるようになっています。それと 4B8D レンダリングも設定できます。周辺の画質を下げる代わりにパフォーマンスを上げることができます。 60Hz と 4B8D レンダリングは以前までなかった設定項目だと思うので、アップデートで追加された項目だと思います。このスマホのアプリは今 Android しか登場していないので、iPhone の場合はパソコンから設定を変更する必要があります。パソコンの場合は右上の設定マークから変更することができます。これの注意点なんですけど、公式的な方法ではないので自己責任で実行をお願いします。設定をいじってから若干不具合が起こりやすくなったような感じがします。画面がバグってしまうこともありました。あと充電の減りが早くなって本体の前面のこの辺がかなり熱くなってしまいます。ただ本体の再起動すれば設定はリセットされるので、不具合が起きたりどの設定をいじったかわからなくなったりした場合は再起動を試してみてください。これが原因で壊れるということはないとは思うんですけど、心配な場合はやらない方がいいと思います。自分はリスクを負ってでもいい体験がしたいのでバンバン酷使しています。では設定した解像度でどれだけ画質に変化があるとか見てみましょう。こちら比較映像になります。録画でははっきり違いが分かりにくいんですけど、実際見てみるとはっきりと違いが分かります。これはなかなか感動ものだと思います。今までプレイしていたゲームが別物のように感じると思います。ただやはり最高解像度の3072ピクセルにするとラグが発生してしまいます。これでゲームはちょっとプレイできないなという感じですね。そこで今回最適な設定を見つけたので紹介します。普通に解像度を上げるだけだと重くなってしまうので、代わりにリフレッシュレートを下げることでまだマシになることが分かりました。3072ピクセルの場合はリフレッシュレートを上げてもラグが発生するんですけど、2056ピクセルの場合は 60Hz に変更するとギリギリなんですけどプレイできるレベルになると思います。 60Hz になってしまうのかという感じはあるんですけど、ヌルヌル感より画質が上がった方が没入感が上がるので物足りないという感じはないと思います。この設定でビートセーバーをプレイしても全然問題なくプレイできました。ポピュレーション1みたいな重たいゲームだと描画が多いシーンでは少し重たくなるので、もうちょっと軽いゲームで試すのがいいかもしれないですね。2048ピクセルの場合は 90Hz でも大丈夫だと思います。余裕を持つとしたら 72Hz でもいいと思います。あと一応 CPU と GPU のレベルを4と 4B8Dレンダリング
ンダリングをハイトップにしてみてください。ちなみにオキュラスリンクとバーチャルデスクトップではこの設定は反映されないです。という感じでゲームをプレイするにはラグが発生するという問題があるので、そこが少し難点だなという感じです。ではね、実はここからが本題なんですけど、解像度を上げた状態で動画を見るとどうなったか、これがね、なかなか相性が良かったんですよね。ゲームで3072ピクセルだとラグが発生すると言ったんですけど、動画の場合はほぼラグを感じることはありませんでした。3072でもなんとか動画を楽しむことができると思います。動画の場合はゲームよりリソースをあまり使わないのはなんとなく想像できると思います。つまり動画であれば高画質化によるデメリットのラグの影響をあまり受けずに高画質を堪能できるということになります。そして 60Hz にすればよりラグは軽減されます。動画だったらフレームレートは30フレーム、多くても60フレームなので 60Hz でも問題ないです。フォービーエイテッドレンダリングも動画だったら視線をそんなに移動することもないので影響は少ないです。これで相性がいいことが分かっていただけたらと思います。ただアプリによっては映像の画質が良くならないものもあります。なぜなのか詳しくは分からないんですけど、アプリの仕様によって変わるか変わらないか違ってくるみたいです。こちら試してみたアプリです。 Amazon プライムは映画を見るのによく使っているので、これでできたら最高だなと思ったんですけど、画質変わらなかったです。メニューとか再生ボタンの画質は変わるんですけど、肝心の映像の部分は画質変わらなかったです。ネットフリックスも同様に変化なかったです。効果があったのは YouTube と Skybox と肝心の DMM アプリ、この3つでした。ただ DMM については画質を上げても違いがよく分かりませんでした。何度も設定を変えて見比べてみたり、録画した映像を拡大して比較してみたりしたんですけど、違いが全く分からなかったです。520ピクセルにすると画質が悪くなるので変化はあるはずなんですけどね、やはり動画自体の画質が良くないと変化はないみたいです。逆に言えば DMM のアプリは標準の設定でも最高画質で見れていたということになりますね。より効果的なのは YouTube か Skybox だと思います。 YouTube では VR180 と360度の VR 動画が見れますね。その中でこの裏技を使えばより見違える、より楽しめる動画を厳選したので紹介します。こちら概要欄にも動画のリンク貼っておくんですけど、ここでショーダウン VR、 これを検索してみてください。この動画タイトルにもあるように画質が 8K になっています。なので高画質化することによってかなり画質が良くなります。短い映像ではあるんですけど、画質が変わってくるのがよくわかります。それでは次はこの動画なんですけど、なんと180の実写の動画で 12K の画質になってます。これは自分も気になってるんですけど、まだ未発売の VR180 カメラで撮影した映像です。これ多分 YouTube 上にある実写の映像の中で一番画質が綺麗な映像だと思います。これねめちゃくちゃ綺麗なんですよね。前まで概要欄に元の映像ファイルがアップロードされてたんですけど、今もうダウンロードできなくなってますね。それを見ると YouTube 上で見るよりもっと画質が上がっているのが分かったんですけど、まあこれでも十分画質上がっているの分かると思います。これ発売されたらいくらでも金積んでいいんで自分買いますね。そんで動画アップロードするんでお楽しみに待っててください。まあやっぱり他にはエアパノさんの動画ですよね。360度の高画質な映像がいっぱい見ることができます。これも高画質化するとかなり映像が綺麗になります。いやこれとかマジすごいですよね。これどうやって撮影してるんだろうな。でも高画質化すると没入感がすごい上がりますね。まあ実はね、自分のチャンネルでもこのように VR180 の高画質な動画上げてるので、これ 5.7K の画質なのでこの裏技を使って高画質に見ることができます。まあ個人的に一番見てて面白いのがこの人力車を体験の動画なんですけどね、まああまり人気はないですね。うん、まあこういう感じで人力車で浅草を観光することができます。
これおすすめ、ぜひ見てください。これおすすめなんで。あとこれもおすすめなんですけど、 VR の映像ではない高画質な映像ですね。まあ、例えば 8K と検索をして、まあ、この辺見てみましょう。まあ、普通の 2D の映像ですよね。実はね、 VR 映像よりこの 2D 映像の方が画素密度が高くなっている可能性があるので、より鮮明に見えるかもしれないです。まあ、ここまで近づいてもすごい高画質で見れますね。で、この裏技を使えばより高画質に見ることができるということですね。もうね、高精細すぎて、もうね、これすごいですよ。もうこの毛がね、すごい鮮明に見えるんですよね。うわー、このシワまで見えるね。あら、かわいい。見る動画によってはラグが発生するかもしれないので、その場合はピクセル数を調整してみてください。まあ、このような感じで、元が高画質の映像でこの裏技を使うと、より一層高画質を楽しめるということがわかります。前までは3072でも動画だと重くなっていたような気がしたんですけど、今ではパフォーマンスが上がったのかわからないんですけど、ラグが改善されているような気がします。 120Hz 対応のために本体アップデートで最適化されたのかもしれないですね。設定を上げてラグが発生すると VR 用にもつながるので、その辺はお気をつけください。スマホのサイドクエストだったら簡単に設定が変えられるので、自分に合った設定を探してみてください。画質が上がるだけで没入感が上がるという体験は面白いと思います。こいつの底力も見ることができます。もしこの裏技で体験するのにおすすめのコンテンツがあったり、意見があればコメントください。コメント全部見てますのでよろしくお願いします。今後もクエスト2だけでなくても VR 関連の情報を発信していきますので、もし気になる方はチャンネル登録と高評価もお願いします。また Twitter では VR に関連することをつぶやいていますので、ぜひ概要欄からフォローしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で。